こんにちは。うぷ主カエルマクラ代理のゆっくりパチュリーです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりヨウムだにょん。いよいよ火の鳥の全面展望に乗車できるのね。ゆっくりレイムです。多分うぷ主からの贈り物なのかしらね。そうね。初めての体験だから私も柄にもなくワクワクしてるわ。前置きはいいから早く本編に移るのぜ。そうなんだにょん。はいはい、それじゃあ。ゆっくりしていってね。そうは言っても入店にはまだ時間があるからギスタの第5編成を撮影。第1編成はなかなか見られないわね。災害時か京都で張ってれば見れるかもね。あれが火の鳥なの？真っ赤な鳥の生かしたやつだけ。何日本庁の鳥の下だね。おーおーおー。邪魔。はい。お前は何と戦ってるのぜ。戦闘車はハイデッカー構造なんだね。なんてったってプレミアムだしね。いざ戦闘へ進めや進め。そしてナンバといえばこれよこれ。さっき昼飯食ったのにまだ食うか。いよいよ発車ね。いきなりこれかい。お待たせしました。近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急火の鳥14列車です。まもなく大阪上本町に到着します。上本町地下ホームに到着よ。地上に出たら全面も映そうよ。はいはい。それじゃ出てきたしカメラを全面にしましょうね。大阪線と合流して福福線区間に入るのぜ。そんなこんなで鶴橋ね。ここから津までノンストップよ。近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急火の鳥14列車です。次は津に停まります。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。1号車6号車はプレミアム席でプレミアム車両券が必要です。その他の車両はレギュラー席でレギュラー車両券が必要です。次に車内の設備についてご案内いたします。1号車、6号車には引き立てのホットコーヒーやお菓子などの自動販売機があるカフェスポットがございます。その他お荷物用のロッカーやスペースが各車両にございます。なお車内は喫煙室を除き、すべて禁煙です。喫煙室は3号車の前寄りにございます。後ほど車内に参ります。ご用のお客様はお知らせください。喫煙室をご利用のお客様にご案内いたします。喫煙室の使用できない区間を過ぎましたので、ご利用いただくことが可能となります。Thank you for taking the Kintetsu Limited Express Hinotori. This is the Kintetsu Limited Express Hinotori number. 少し車内を見てみましょうか。金色に輝く火の鳥が美しすぎるわ。2号車と5号車にはベンチスペースがあるのぜ。気分転換にいいかも。3号車には喫煙スペースがあるわ。喫煙者に優しい金鉄様様なのぜ。以前乗車した際に現金の手持ちがなくて買えなかった火の鳥コーヒーを買いましょう。コーヒーの他に紅茶やグッズも買えるんだね。プレミアムカーにあるカフェスポットは従来の車内販売の代わりのようね。こんなところで映り込むとはね。お、今まさにマネを引いてるな。
だから出来上がりまで少し時間がかかるよ。コーヒーができるまでの様子をフルに撮影する必要があったのかしらね。まあいいんじゃない。他にそんなにないでしょ。需要があるようには見えないにょん。お、ようやく琥珀色のコーヒーが抽出され始めたな。完成したようね。あれはネクストだな。2編成しかいないやつだったよね。連合者の座席数がプラスと違うからチケットレスで判別可能だけどね。ヤギ西口短絡線が右側に分岐していくわ。じゃあもうヤマトヤギなんだね。ははは、は、火の鳥の凄さに恐れおののくがいいわ。朝晩の火の鳥は停車するけどな。やっほー、私が誇る昆虫館の最寄り駅大福よ。公式に徒歩40分とあるがな。しかもここは桜井市なのよね。合格館に入ったね。桜井駅が近いな。しかしこの辺りは案外ぶっ飛ばさないわね。あなたは何を期待しているのかしら。そりゃあ160キロの高速運転をよ。最高速度は130キロなんだけど、足回りは160キロ運転に対応してるわよ。側が持たんのぜ。160キロを体験したければスカイライナーにでも乗りに行くにょん。あれは160キロ出すのは印旛日本医大から先の新鮮区間だけじゃない。まあ距離は正味20キロもないわね。形成の話をしてる間に桜井駅を通過なのぜ。まあ火の鳥も130キロ出す区間は限られるけどね。反対側からも火の鳥がやってきたわね。一番新しいこともあるけどやっぱりかっこいいね。やっぱり赤は正義よね。緑なんぞにゃ負けないわ。おいバカやめろ。大阪線の重要拠点の一つ大和は桜ね。上本町からやってくる準急以下の種別は大抵ここで折り返すわね。なかなかいい速度で通過していくな。新青山トンネルでは爆走よ。ひ、この灰原駅も河内山本みたいにホームが数字順に並んでないのよね。北から5、1、2、3、4番線だっけか。5番線だけ有効長が短いわ。ただ四角になってるから見えないにょん。すっかり山の中に入ったね。夜中に来たくないな。今度この辺りを夜に各駅停車で巡ってみましょうか。絶対参加しないにょん。この三本松駅を過ぎたら三重県に突入だな。この駅でも大体の時間帯で毎時2本から5本列車が来るのよね。普通の特急がやってきたにょん。前が2万2600系の2両で後ろが2万2000系の4両ね。列車は名張盆地に入って三重県最初の駅や亀口ね。しかしなぁ。どうかしたにょん。ヤギを過ぎたあたりからカメラも揺れてなけりゃ画角も変わってないからさ。言われてみればそうね。簡単よ。うっぷぬしなんばで昼だけかまして寝てるもの。アホや。まあ動画が撮れてればまあいいけどさ。せっかくの全面展望なのにもったいないにょん。今度は2万1000系だな。本当にいろんな車両が見れて楽しいよ。全面展望だと相手の真正面からすれ違う様が見れるしね。ここから関西本線の伊賀上野に出れるから一度お試ししたいわね。出た先の列車の本数は確認しないとな。忍者いるのかな。ちくわが好物の犬を飼ってるようなのはいないと思うわよ。にんにん。さて青山町までやってきましたな。マリサさん、そうですな、霊夢さん。この先の名物といえば一つしかありませんな。大手私鉄最長を誇るあのトンネルですな。ほら、今伊賀工事を通過したわよ。次の駅は何だったかな、ヨンちゃんや。ミニミニミニ西青山が通過したって言うんだにょん。まだ昼間だから何も怖くないにょん。だいたいこのネタ島風の時にもやったにょん、天丼だにょん。それならにょんちゃんのちょっといいとこ見て、みたい。
さてやってきました、みんな大好き秘境駅西青山でございます。その先には当然近鉄様名物新青山トンネルのお出ましね。明吉様ご案内。それでは紹介しましょう。ラジオネームキュービのキツネさんからです。何を唐突に始めるんだミョン。怖い話といえばつきものなのがトイレです。トイレで個室に入って上を見上げてはいけません。見上げると上半身しかない妖怪が覗いていて、お前の体を食え。毎度毎度飽きないわね。やっと明かりが見えてきたミョン。もう終わりなんだミョン。はい、おかわり入ります。みょーん。あなたたちこれぐらいにしておきなさい。いやー、あまりにみょんちゃんの反応が可愛くてつい。そうそう、可愛い子ほどついじめたくなっちまうんだぜ。好きな子についつらく当たる小学生じゃないんだから。案外子供なんだみょん。何よ、それじゃあこんなのはどうかしら。千日前の某カメラ屋の話でもするのぜ。ガチなのはやめなさい。うつ虫も怖がりだからこれ以上は控えるわ。あ、変態連結。今回は中川短絡線を通って名古屋線に入るわね。名阪ノンストップ特急が走ってた頃はここで乗務員交代やってたのよね。特例だけどな。今はどうしてるの？火の鳥もつに全て停車するからそこで交代ね。確かに低速で走ってるけど危ないよね。例の広告も見えてきたわね。これでデルタ3面分確認できたかしらね。名古屋線に入ったな。つまではあともうちょっとなんだよね。運転手さん頑張ってだにょん。桃園駅を通過中ね。みきちゃん可愛かったね。また古すぎるネタを振ってくるのぜ。マヤインカ文明の象徴だにょん。名古屋方面と夜の伊勢方面の特急は全て停車する被災もこの通り。日中もつで名古屋方面の特急に接続できるんだよな。右から線路がやってきたにょん。架線がないよ。伊勢本線ね。新町手前から津まで並走するわよ。あー、うつ主さん財前に間違えて伊勢鉄道って解説しちゃった路線だね。無休。可愛い顔してなかなかえぐいこと言うな。その津新町駅が見えてきたわよ。日中の名古屋方面からの普通はここで折り返しね。朝晩は名古屋から中川までの普通もあるんだよな。考えただけでも恐ろしいわね。やっぱ特急に限るわよ。金がなくても急行とか無料の優等種別には乗れるしな。到着の車内チャイムは汎用なんだね。昔はそうじゃなかったらしいけどね。連絡の特急に乗り換えて、白子、四日市、桑名へお越しのお客様は、降りられたホームでお待ちください。お出口は右側です。扉にご注意ください。エドストキューエドストリーご利用いただきありがとうございました。まもなく、次のお客をいたします。白子、四日市、桑名へお越しのお客様、連絡の15時27分発名古屋駅特急、この乗車がします。同じホーム、熊本に乗り換えるお待ちください。27分発名古屋駅特急は到着しました。同じホームの6番乗り場から発車します。鶴橋以来の停車駅だな。ここで乗務員さんも交代ね。お疲れ様なんだにょん。交代する乗務員さんがホームで待機しているわね。そして津を発車。あとは名古屋までノンストップだぜ。名古屋へお越しの際は早くて早い近鉄特急をご利用ください。早くて高いとは言えなかったのね。ここまでストーキングしてきた紀勢本線はこの下をくぐって西へそれてくわ。近鉄特急、火の鳥
駅をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急ひのとり14列車です。次は名古屋、名古屋です。車内も喫煙室を除き全て禁煙です。喫煙室は参考書の前売りにございます。新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。座席を回転してのご利用は控えていただき、飲食をしながらマスクを外しての大きな声での会話はおやめください。また車内や駅構内ではマスクを着用し会話を控えめにしていただくなど、引き続き感染症対策にご協力をお願いいたします。ルールを守って楽しく旅行しましょうね。最近気が緩みがちなのか結構座席回転してるのが目につくんだよな。こっちのうつ主さんには関係ない話だよね。この子うつ主に何か思うところがあるのかしら。むきゅー。白塚車庫のある白塚駅だな。新青空2世にスナックも見えるわね。その青空ってのは水色と白の車両だね。団体専用車で修学旅行とかにも借り出されるわよ。直線区間を颯爽と駆け抜けるのは気持ちいいにょん。もう少し速度出してくれればね。他の列車との兼ね合いもあんだろ。勾配も微妙に影響してるのかもしれないわね。鼓ヶ浦で2万、線形トリボンね。こいつも何気に登場から35年近く経つんだよな。私たちの乗ってる日の鳥登場まで名阪間の顔だったんだね。今も名阪オツ特急として元気に頑張ってるわ。何気によるの名古屋行き日の鳥が停車する白子駅よ。補足すると停車するのは1本だけね。名高特急や島風は通過するのぜ。当然今乗ってる日の鳥も通過するにょん。ここでも日の鳥とすれ違うにょん。赤いのは正義。鈴鹿線との乗り換え駅伊勢若松だぜ。急行停車駅でもあるわよ。結構なカーブだな。傾く傾く。今から渡るのは鈴鹿川だぜ。このチャンネルだと木曽三川荒川多摩川をよく取り上げてるわね。え、また木曽三川のおさらいをやってほしいの？今回はいつもの語呂と反対向きだからどうしようかしら。あの語呂が読み出てから20年以上経過してるんだよな。研修車庫のある塩浜を通過中ね。その先には JR 貨物の塩浜駅があるわね。貨物列車もたくさん見えたね。伊勢島ライナーがやってきたわ。 B 更新後のビスタカーよりシートがねえ。それは実質22,600系のシートじゃないか。ただ第一編成だけ違うんだよね。リニューアル前の22,000系に準じた座席だったかしら。第一編成にもあってみたいわね。県内最大の乗降客数を誇る近鉄四日市駅ね。県庁所在地の津よりも多いんだね。そのせいか知らんが島風は停車するんだよな。短いトンネルが2つあるよ。名古屋の近く間を除けば名古屋線唯一のトンネルね。あくら川駅と霞ヶ浦駅の間にあるのぜ。昔この辺りにハズ駅があったそうよ。三義鉄道とも乗り換え可能な近鉄富田だな。ここに来るのは三義線そのものじゃなくて連絡線ね。三義線はどこに行くんだにょん。 JR の富田ね。今は貨物しか通らないけど近鉄様の方が本数も多いしね。この青い橋の下を関西本線が通っているわ。大勝利ね。なんのこっちゃ。また2万、線形と離合するわね。帝国軍の車両とここで初めて遭遇したわね。相変わらずどいつもこいつも同じ顔してるわ。315系はちっと馬鹿し違うようだがな。桑名手前で関西本線とまた並走するわね。しつこい男は嫌われるわよ。関西本線は男性だったのかにょん。一番奥は三義鉄道北西線ね。三義鉄道は桑名じゃなくて西桑名駅ね。ここからじゃちとわかりにくいな。徐行しながら桑名を通過していくにょん。
右側の島式ホーム右が養老鉄道が使用している4番線よ。6番線とは柵で区切られてるな。もともと近鉄養老線だったわ。慢性的に赤字だったからポイしたのよね。面倒は見てたでしょ。さあ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 皆さん見えてきましたよ。結局やるんかい。しかし何回人様の同じネタ繰り返すのぜ。にょん。あ、そういやバッジ集めてた時はこのネタやってないからにょん吉は知らんのか。何が始まるんだにょん。イリリにょん。ながら。イリリながら、何かいじるのかな。そうする。ここらで全面以外の動画も撮影よ。あれ、みんなどうしたの？どうしたもこうしたもな。用務がなんとも言えない表情してるわね。もう愛知県に入ったんだからみんなシャキッとしましょう。誰のせいだと思ってんのぜ。今週のおびっくりドッキリ車両。普通に言え。今日の富吉には何がいるかしら。バッジ集めの時に見たカゲロイが昼寝中ね。ここまでいっぱい見たアーバンライナーもいるよ。庄内川を渡るといよいよ名古屋市内に入ったって気がするわね。名古屋市には上江杉田時点で入ってるけど、まあそんな感じだな。もうすぐ終わりなんだ。八田手前で関西本線が右側に転線してきたわね。何々線路が一本しかないじゃない。こっちは伏線よ伏線。大人げないにょん。名古屋を16時に出た日の鳥だな。これが最後のリボンね。JR 八田駅の向こうに近鉄八田駅が見えてきたわ。185何機がいるのぜ。少し離れた位置にあるにょん。近鉄八田が高架化した際に名古屋寄りに駅舎が移転したからね。Taking the Kintetsu Limited Express Hinotori. We all look forward to your next ride with us. あとは米野を通過したら名古屋だな。島風に続いて Hinotori の全面展望楽しめたにょん。今度は難波行きの全面展望に乗車しましょう。時間とお金と少しの運があればね。まあそこはうぷ主に頑張ってもらうしかないのぜ。そうね。まだまだ他にもいろんなとこに行かなきゃね。うぷ主さんまた出してくださいね。懐がスカンピンにならない程度にお願いね。
ご視聴